スボルドの海戦は999年あるいは1000年の9月にバルト海西部でノルウェー王オーラブ・トリグバソンと敵連合軍との間で行われた海戦。旧世紀末ノルウェーに統一国家が出現したのに対しそれらノルウェー沿岸部の支配を長年もくろんでいたデエンジンたちの存在とスカンディナビア半島におけるキリスト教の普及と抵抗が戦いの背景にある。 ベンドランド遠征からノルウェーに帰国すると上、ノルウェー王、オーラブが、デンマークオースベン・ソーヒゲ王、スウェーデン王のオーロフ・シェート・コヌング、およびラーデのヤール・エリーク・ハーコナルソンな連合軍の奇襲を受けた。佐賀によれば、オーラブ戦団はわずか11隻であったのに対し、連合軍側の数は70隻を超えたという。数的に不利なオーラブ軍の船は1隻また1隻と、 敵連合軍の手にかかり、王の船、長打号もヤールへリークに制圧され、最後、オーラブは自ら海に身を投じたとされる。この戦いの後、ノルウェー沿岸部はデンマーク及びスウェーデンの領地となり、ラーデのヤールに支配された海戦のあった具体的な位置については、移居する資料によって説が分かれている。アイスランド系資料では、スボルドと呼ばれた島の近くであったとされるが、 中世ドイツの年代記編者ブレーメンのアダムはエーレスンド海峡であったとしている。戦いを最も詳しく記述した資料、王の佐賀は戦いのおよそ200年後に書かれたものであり、歴史資料としての価値は疑わしいが、戦いそのものとそれに至る出来事の経緯が生き生きと描かれた文学的記述である。佐賀ではオーラブ王のシグリーズへの求婚失敗とスベン、 総髭王の妹タイアとの結婚における持参金問題などが戦いの原因とされている。戦いが始まると、オーラブ王はデンマーク及びスウェーデン戦団を民族的侮辱的言動をもって退けたかに見えたが、エイリーク、ハーゴナルソンとその部下が同じスウェーデン人であるため危険であることを認めた。最も有名な一話は、 オーラブ敗北の前触れを告げる英なるサンバルスケルビルの弓が折れたエピソードである。後の世紀、この戦い、特にスノンディストゥルルソンのヘイムスクリングラに描かれた戦いの記述は数々のバレエや文学に影響を与えた。確認可能な最古の資料によれば、かつてノルウェーは互いに敵対するいくつもの小国に、別れ中央の権力は弱かった。ノルウェーの統一と、 王権強化の始まりは、伝統的には、旧世紀末、ハーラル一世の出現を待たなければならないとされる。ハーラルなき後、その子孫たちも、それ以外で、ノルウェー王位を狙う、者たちも、ノルウェー北方のラーデのヤールや東のビングルマルクの、支配者といった国内の強力な地方資料らとの退治を余儀なくされた。また国外からも、デンマークの王が、 ノルウェー南部沿岸地方の領有権を主張し、そこから奴隷を手に入れ勢力を拡大する機会を腰淡々と狙っていた。また10世紀後半になると、キリスト教の伝播への対応も、ますます重要な政治課題となっていた。995年に大いについたオーラブ・トリグバソンは、ノルウェーのキリスト教家を急速に、あらゆる手段を使って推し進めた。 ベーテル・ニコライ・アルボ970年代、ノルウェーで最も有力な人物は、ラーデのヤーアル・ハーコン・シグルザルソンであった。ハーコンは当初デンマークのハーラル・アオハオに徴降して、その女性を得ていたが、宗教問題により2社は決別している。これは、ハーラル・アオハオが、キリスト教に改宗して、ノルウェーも、キリスト教化することを望んだ際に、 ハーコンがこれを拒み、京都のままであり続けたためである。995年、ハーコン・シュグルザルソンは、内紛から出剣し、代わって、キリスト教を信奉する、若き指導者、オーラブ・トリグバソンが、ノルウェー王位に就いた。新王、オーラブは、デンマークへの従属を拒否し、ノルウェー及びノルド人植民地を可能な限り早く、完全に、キリスト教家することを己の使命とした。 同活、拷問、処刑などありと、あらゆる手段を使って、異教徒の抵抗を打破したオーラブは、数年のうちに、名目上はノルウェーを、キリスト教国となした。この一方で、オーラブは、複数の敵を作ることになったが、中でもハーコン・シュグザルソンの息子エイリーク・ハーコナルソン、と、ハーラル・アオハオの息子で、デンマークのオースベン・ソウヒゲ王の二人は、オーラブに、 ノルウェー領地を奪われたとの思いを持つ強敵であった。スボルドの海戦の背景にある、こうした関係は、海戦後も数十年にわたり、ノルウェーを分裂させね、シャールの戦いやスティクレスタズの戦いといったさらに、大きな戦いを招き、1035年にマグヌス・全王が、ノルウェー王位について、ノルウェー独立とキリスト教家が果たされるまで続いた。 スボルドの戦いに関する中世の記述は多数あるが、最も広く知られ現代の歴史文学作品にも影響を及ぼしているのは、スノディストルルソンのヘームスクリングラである。スボルドの戦いに触れた資料は複数ある。最古のものは中世ドイツの年代記者ブレーメンのアダムによるもので、デンマークオースベン2世からの聞き取りをもとに、デンマーク視点で書かれた記述である。 後のデンマークの歴史家、サクソグラマティックスは、ブレーメンのアダムの記述を、自身の著作、デンマーク人の自責に取り入れている。ノルウェーでは、ノルウェー古代列王史、ノルウェー史、ノルウェー王の佐賀の外説という3冊の外説史書で、この戦いに短く触れられている。また、オットスノラソン、オーラブトリュックバソン王の佐賀をはじめとするアイスランドの、 王の佐賀ではより詳細な記述が見られるが、これら佐賀は、スカルド氏や、公実伝承をもとに、ヨーロッパにおける伝承記述を模範に想像力を、加えて書き上げられたものである。オットスノンラソンに続く、アイスランド佐賀、ファグルスキンナ、ヘームスクリングラにもスカルド氏が引用されている。年のアイスランドには、EN、ノレックス・コンガトル、EN リ、リクステファや、 E.N., リットル F.S., ドレイパ・トリュグバソナーの3作品など、歴史的重要性を持つ作品もいくつかあった。長編、オーラブ・トリュグバソンの最大の佐賀はこれら複数の、佐賀の記述を取り入れた、最大、最後ながら、資料としての信頼性は最も低い佐賀である。当時オーラブ・トリュック・バソン王に仕えた厄介詩人、ハルフレズモスカルド氏を残している。 ハルフレズ自身は戦いには参加しなかったが、オーラブ王を称えるために情報を集めて、詩を書いた。また、ヤールのエイリークの側からはヒキリスト教徒のハルドールによる施設数編が残されており、エイリークが長打語を捉えるシーンについてじっくりと語られている。また、おそらくは1015年頃に作られたソルドル・コルベーンソンによるエイリークへの愛歌も残されている。 エイリークと共に戦ったスクーリー・ソルステンソンも晩年死を残した。同時代のスカルド氏を入手可能な中で最も正確な資料として高く評価する歴史家もいるが、それらの死はそれだけ単独で残されていたのではなく、王の佐賀の引用として残されていたことを忘れてはならない。2世紀にわたる口術伝承の過程で死が正確に記憶され伝えられたかは疑わしい。 さらに、スカルド氏の目的は情報を正確に伝えることではなく、聴衆がすでに知っている出来事を、いかに芸術的に伝えかにある。しかしながら、歴史家の中には、こうしたより信頼性がないが、より詳細に書かれた佐賀の記述に頼るものも、少なくない。シグリーズに求婚するオーラブ。シグリーズが、キリスト教への改修することをその条件とした。シグリーズがこれを断ると、 オーラブは手袋でシグリーズをぶった。シグリーズはオーラブに死をもって償うことになると警告した。エイリック・バーレンショルド同時代のドヌノスカルド氏も戦いの原因については触れていない。ブレーメンのアダムによるとオーラブ・トリグバソンの妻でデンマーク人の平ラがデンマークに対して戦争をするようけしかけたという。さらに、 スベン総比行とオーロフシェートコヌング王が連合軍を結成したと聞いたとき、オーラブは怒り、敵軍への攻撃を決心した。これは、ノルウェー王の佐賀の外説と、ノルウェー氏も同じ内容の記述がある。平は、スベン王の妹であったが、オーラブと結婚したときスベンは約束の持参金を支払わなかった。怒ったオーラブは、デンマーク遠征軍を立ち上げたが、 ノルウェーの前戦団が集結するのを待ちきれずに出発してしまい、残りは後で合流するだろうとたった11隻で南へ進軍した。ノルウェー軍合流が期待した通りにはならないことが分かったオーラブは援軍を求めてベンドランドへと向かったが、その途上でスヴェン号と連合軍の奇襲にあった。ナオキリスト教徒のハルドールの死は、これとは逆でオーラブ王は、 南から北へ向かう途中に戦いとなったという。王妃、平にアジェリカ一束を差し出すオーラブ。平は涙し、スべン総被行と退治し、持参金を取り戻す勇気がないとオーラブをなじった。オットスのラソンは、平との結婚によって起こった問題について、次のような詳細な記述を残している。それによると、平は、ベンドのオーブリスラブと婚約、結婚し、 ブリスラブは多大な持参金を受け取った。だが、この結婚は、タイラの望んだものではなく、結婚後タイラは自ら一切の食事を断ったため、ブリスラブはタイラをデンマークに送り返したという。そしてタイラは、アニスベンへの異種返しとして、オーラブ・トリグバソンと結婚した。一方、オーラブを憎み敵視していた、スベンの妻、シグリーズは、スベンにオーラブと戦争をするようけしかけた。 スベンは、ヨムスバイキングの首領シグバルディとスウェーデンのオーロフ王と共謀し、オーラブ・トリグバソンを罠にかけることを決めた。平らに嫉妬されたオーラブ・トリグバソンは、ベンド・オブリスラブから持参金を取り立てるため、ベンドランドに向かったが、その途中で奇襲の計画があることを耳にした。この時オーラブの味方を装って、ベンド遠征に同行していたシグバルディは、オーラブに、 そんな噂は嘘だと告げた。シグバルデを信じたオーラブは、戦断の多くを国に返してしまった。このため、スボルドで奇襲にあった時オーラブの戦断はごくわずかであったという。ファグルスキンナとヘームスクリングラの内容もおおむね蒸気オットの記述に沿ったものであるが、より簡素化し一部変更を加えている。ヘームスクリングラでは、シグバルデはオーラブ及びベンド戦断とともに、 ベンドランドを出立し、オーラブを奇襲に合わせている。これら記述が正確なものであろうとなかろうと、スベンとオーロフそしてエーリークには、オーラブを襲う十分な理由があった。オーラブは、ノルウェー王即位後に、それまで長らくデンマークの領地であったノルウェー南部、ビケンを手にしている。またオーラブとスベンは、過去ともに、イングランド遠征に向かったが、 スベンがまだ先陣を張っているにもかかわらず、オーラブは単独で一方的にイングランドと和平を結んだ。なお、スベンとオーロフとは友好関係にあり隕石関係もあったため、もともと同盟関係にあった。こうしたデンマークスウェーデンの動向に加え、父、ハーコンをオーラブに殺されたヤールのエイリークも父の無念を晴らそうとしていた。 サガやスカルド氏の記述には互いに相違点もあるが、歴史家たちは最もあり得そうな出来事の経緯を再構築しようと模索してきた。それによると、オーラブ・トリグバソンがベンドランドからノルウェーへと出発した際に奇襲にあったとする出来事は実際にあった可能性が高い。王のサガは平とその結婚の重要性を高めようとしており、オーラブが 持産金を取り立てようとしたのもおそらくは本当だろうが、オーラブがベンドランドへ向かったのは持産金回収のためではなく、戦いを予期し、ベンドランドに援軍を求め失敗したとする方がより、可能性がある。シグバルディの行動は不可解ではあるが、実際サガだけでなく、スカルド氏の中でも、シグバルディは、オーラブを裏切っている。オーフスにある、バイキング時代後期のルーンストーン。 王が戦った時死を迎えた男を称えた者。この戦いはおそらくスボルドの戦いである。戦いの時について、言及のあるすべての資料において、戦いが行われたのは千年とされている。1128年頃に書かれた最古にして詳細な資料、アイスランド人の書では、戦いは夏に行われたとしている。オットスのラソンは、さらに戦いの日にちについて、 戦死者を痛み、9月のイーズースの3日または4日前は、戦死者追悼日とされたと記している。大阪では、戦いは9月9日に行われたとされ、その他の資料もこれらの日付と同じである。なお中世の年代記者や、詩人の中には9月をその年の終わりとみなす人もいたので、その年が実際には999年だった、可能性もある。 戦いの行われた場所については、はっきりとしない。ブレーメンのアダムによれば、エールスンド海峡であり、ノルウェー古代列王史と、ノルウェー史もシェラン島沖としている。12世紀ノルウェーの修道師テオドリクスは、スラビアの近く、スボルドと呼ばれる島のそばで行われたとしている。ファグルスキンナには、ビンドランド沖にある島、そこは、スボルドと呼ばれる島とあり、オットスのラソンと、 ヘームスクリングラにも同じ名前の島が記されているが、その具体的な場所についての記述はない。スクールソルステインソンの詩編では、スボルドルの入り口とされており、このため、スボルドルとはもともと川の名前で、ベンドの地理に不明な、ノルド人がそれを島の名と取り違えた可能性も、指摘されている。デンマークの年代キアのあるラインジスでは珍しくも、 その場所は、シュライワンとされている。現代の歴史家の間では、意見が分かれており、流言島近くであったとする説とエーレスンド、海峡であったとする節に意見が分かれている。ノルウェーの資料は、オーラブに対する敵戦団の数は圧倒的であったとする。例えば、ファグルスキンナは、オーラブの軍勢は、ごく少なく、オーラブの周りの海は、軍船で埋め尽くされたとしている。 軍船の数が記載された資料はすべてオーラブ側の軍船数は十一隻としているが、敵連合軍側の船の数は相違がある。多くの資料では、スウェーデンとデンマーク軍の軍船数は同じであったとしているが、レクスティフェアのみは別である。オーラブ軍の船が十一隻しかなかった点ではどの、サガも一致しているが、ヒキリスト教徒のハルドールによる施設を引用したものは、オーラブ船団は、 出発時には71隻だったとしている。この違いについて、佐賀では71隻のうちオーラブを裏切ったシュグバルディ配下の船もいくつかあり、その他の船もスボルドの罠を素通りしてしまったためとしている。佐賀には、オーラブの乗船3隻についての記述がある。ヘームスクリングラによれば、一番目の船は、総手座が30組あり、大型で船足が速く、 船首と船尾が高く作られた鶴号でオーラフが建造し、あとしばらくの間帰還とした。二番目の船はキリスト教への改修を拒んだため拷問で死に至らしめた異教徒からオーラブが接収した船である。これは鶴号よりも大きく立派な船だったので、オーラブは自分で舵を取った。船首には竜の頭が掘られ、船尾は尾のように湾曲し、 竜首の側面と船首全体が金色に輝いていた。この船が帆を上げて走る様子はあたかも竜が翼を広げたようであったから、オーラブはこの船を竜と名付けた。竜号は当時ノルウェー全土で最良の船とされた。長打号はノルウェーで建造された船のうちで最も立派で最も高価な船であった。三番目の機関、長打号は佐賀で いくつかの逸話も伝えられる伝説的な船であった。これが、竜型船で王がハーロガランドから持ってきた竜号を模範にして建造されたものである。しかしこの船はずっと大きく、細かいところまで入念に仕上げられていた。この船を王は長打号と名付け、竜号の方を少蛇号と呼んだ。長打号には34の総主席があった。船首と船尾は金メッキされ、 甲板は大会用の船と同じように高くできていた。それはノルウェーで建造された船のうちで最も立派で最も高価な船であった。連合軍側の船で記述があるのはエイリークの鉄髭号についてのみである。ファグルスキンナによればこの船はあらゆる船の中で最大であったという。ヘームスクリングラにはさらに詳しい記述がある。エイリーク号はバイキング業に いつも使う大きな軍船を持っていた。その船は、へさきの両側に鉄製のヒゲがついていて、下の方にヒゲの幅の厚い鉄の板がついていた。そしてそれは、船の喫水船まで達していた。佐賀の作者たちが残された、わずかなスカルド氏以上に、戦いの性格で詳細な情報を持っていたとは、考えにくい。にもかかわらず、オットスのラソンをはじめとする。 佐賀の作者たちは戦いについて詳細な文学的記述を残し、主な人物の発言と行動まで記述している。オーラブとリグバソンの船が敵軍の長い停泊の列を越えるとき、攻撃は、気配はなかった。オーラブ戦団をよく観察できる場所にいたエイリークと他二人の王は通り過ぎる戦団に目を止めた。スベンとオーロフは戦いを始めようとしたが、 エイリークはより注意深く、よりよく、ノルウェー戦団のことを知っていた。スボルド島からオーラブの戦団を見定める連合軍、史料たち。やがて大きな船が現れると、デンマークとスウェーデンの王はいずれもそれを、長打号だと思い、すぐさま攻撃をかけようとが、エイリークは帰戦を制して、次のように述べた。あれは、オーラブ王の船ではない。何度も見たことがあるからわかるのです。 あれは、エルリングス・キャールグッソンの船です。この船を襲うなら、船尾からの方がいいが、オーラブ・トリグバソン王に出くわした時には、エルリングの船などと戦わずに、オーラブ戦団の隙を見つけた方が良かったと思い知ることになるでしょう。エイリークが、ついに攻撃に同意した際、スベン王は、夕暮れ前に長男王を制圧すると豪語した。だが、エイリークはこう述べた。 スベンの話を聞いている者はいなかった。手下のデーン軍を除いては、スベン王はこの船を制圧できまい。連合軍はオーラブに攻撃を仕掛け、佐賀機術の視点はノルウェー戦団に移る。敵影を捉えたオーラブはカイットホトを使って奇襲を振り切り脱出することもできたが、逃げることをせずに足を止め11隻の船すべてに戦いを指示した。 デーン戦団がオーラブに向かって陣を構えたのを見たオーラブは森のヤギは我々には勝てない。我々はあの軍団を恐れない。なぜなら奴らデーン陣は船の上での戦いで我々に勝ったことなどないからだと述べスウェーデン軍も異教徒であることを揶揄して次のように切り捨てた。長打号を攻めて我らの武器で一掃されるよりも 国に帰って、お供え物の鉢でも舐めていた方が、スウェーデン人にとっては良かろうものを。あのような、バクロイドモなどは、恐れるに足りん。エイリーク・ハーコナルソンの姿を認めたとき、ようやくオーラブは厳しい戦いになることを悟った。彼らは、我々と同じノルウェー人だからである。サガでは、エイリークの活躍が強調されているが、これは、 ブレーメンのアダムやサクソグラマティクスラデンマークの歴史家がこの戦いをデンマーク軍のノルウェー軍に対する勝利として描き、a d クラには触れていないのと対照的である。ペーテル・ニコライ・アルボの絵画、戦の混乱した様が描かれている。この戦いでオーラブ・トリグバソンが採用した戦術は他の中世の海戦でも防衛側が頻繁に用いてきたものの一つである。 オーラブは戦団を左右に動かしながら、次船、長打号を選手が他戦から突き出すように、戦列の中央に配置した。この陣形の利点は、長打号のすべての人員を戦いに投入できることと、長打号の海や歩で船内に障壁を作り敵が数的優位を作れないようにする点にあった。また、長打号は、敵味方のどの船よりも全長が長く、背の高い船だった。 つまり、守備側の利点として、相手が上向きに矢をいらなければならないのに対し、長打号は、やや投げあり、その他あらゆる飛び道具を、雨のごとく打ち下ろすことができた。オーラブは、このように11隻の船を一種の海上要塞と、化したのであった。これに対して、サガでは、ノルウェー人、エイリーク・ハーコナルソンの知性を賛美し、さらにオーラブの敵の中で最も勇敢であったと。 褒めたたえている。デンマーク人とスウェーデン人がオーラブ戦団の正面に殺到して帰り討ちに会い多数の死傷者を出し多くの船を失っていたとき、エイリークは敵戦団の側面に自戦、鉄ひげをつけるとオーラブ戦列の交尾から順次敵戦を襲撃していった。この戦法でオーラブ戦団は一隻また一隻と制圧され、最後には長打号が ただ一石取り残されてしまった。エイナル・サンバル・スケルビルは王の弓を手にしたが、その弓があまりに弱いことを知った。スボルドの海戦で最も有名な逸話がオーラブ軍の弓の名手で、スボルドの海戦後には、したたかな政治家となったエイナル・サンバル・スケルビルのエピソードである。ヘームスクリングラによれば、エイナルは窮地に陥ったオーラブ王を救おうと、 敵将エイリークを狙って矢を放った。王のいてエナールタンバルスケルベはエリックハクを狙って矢を送るとハクの頭上をかすめてかじずかにぐざと立つ。ハクは傍らのフィンを呼んであのホバシラのそばの背の高いやつをいいよと命ずる。フィンのいた矢はまさに花炭とするエナールの弓のただ中にあたって弓は両断する。 オラーフが、スタマジーを通して折れ落ちたのは何かと聞くと、エイナールが、王様、あなたの手からノルウェーがと答えた。王が代わりに、自分の弓を与えたのを引き絞ってみて、弱い弱い、大王の弓には、あまり弱いと言って、弓を投げ捨て、剣と盾と劣って、勇ましく戦った。同じ逸話は、デンマーク人の辞席にも再録されているが、そこで、エイナールが狙ったのは、 エイリークではなく、スベン王であった。戦いの最終盤、チョーダ号に乗り込むエイリークとその、手下たち。ついに、チョーダ号は制圧され、オーラブは戦いに敗れた。デンマーク側の資料では、すべてを失った、オーラブ王は、自ら海に身を投げてその命を絶ったという。ブレーメンのアダムによれば、それは、その生き様にふさわしい最後であった。サクソグラマティクスは、 オーラブは敵の手にかかるよりは自ら命を絶ちたいと願い、敵の勝利を目にするより川と鎧などをすべて身に、まとったまま船外に飛び出したとされる。ノルウェーとアイスランドの資料はより複雑で、オーラブに好意的である。ハルフレズは、その追悼詞の中で、オーラブはスボルドでの死を逃れたとする噂があることを、ほのめかしている。他のサガでもオーラブのその後について様々な、 可能性が示唆されている。ノルウェー王の佐賀の外説には以下の記述がある。だが、オーラブの落下については何も分かっていない。戦いに耐えきれなくなった王は、未だ息はあったものの、長打号戦備の高所に立ち、そこには32組の小ギザがあった。エイナルが王を探し求めて戦備にたどり着いた時、稲妻が落ちて、エイナルは目の前が光に包まれてしまい、光が消えて、 視界を取り戻した時には王の姿はそこにはなかった。別の佐賀ではオーラブはどうにかして泳いであるいは天使の助力を得ておそらくはベンドの船に救助されて陸地にたどり着いた。一般にはナムを逃れた後オーラブは魂の救済を求めて修道院に入ったと考えられている。オーラブトリュグバッソンの最大の佐賀には聖なる地でオーラブを見たとする 目撃情報が1040年代まで記録されている。オーラブ王は、カール大帝やローマ皇帝フリードリヒ一世、赤ひげ王ポルトガル王セバスティアン一世のように人々が帰還を、夢見た伝説的英雄の一人であったため、その死が完全に受け入れられることはなかったのであろう。ヘームスクリングラより、スボルドの開戦後のノルウェー分割。スウェーデンは黄色、デンマークは赤。 ラーデのヤールは紫の地域をそれぞれ支配した。スボルドの海戦の後、勝利した王たちはノルウェーをいくつかの地域に分割統治した。最も詳しいヘームスクリングラの記述によればノルウェーは3分割されている。スウェーデン王、オーロフ・シェートコヌングはトロンハイムに加えーレ、ロムスガール・ランリケを手に入れ、義理の息子スウェン・ハーコナルソンにこれを与え進化とした。 スベン・ソー・ヒゲオーはもともとデエンジンの影響が強かったバイケンを手に入れ、残るノルウェーの地は、ラーデのヤール、エイリーク・ハーコナルソンが、スベン・ソー・ヒゲオーの進化として収めた。一方、ファグルス・キンナではスウェーデンが支配したのは、オップラント、トロンハイムの一部としている。その他の資料には、記述が少ない。スボルドでの勝利によって、ヤール・エイリークとスベン・ソー・ヒゲオーは強く有能な、 支配者であることを世に示し、その支配地域は反映した。多くの資料で、この二人は、キリスト教を受容したがその領民には信仰の自由を許したため、一般領民の間では、キリスト教への反発が起き、オーラブ・トリグバソンの布教活動は、その大部分が無に返してしまったとされる。スボルドの改戦はいくつかの要因により、 バイキング時代でも最も有名な戦いとなっている。ノルウェーとアイスランドの歴史学では、オーラブ・トリグバソン王は北国にキリスト教をもたらした人物として高く評価されている。それゆえ、圧倒的な敵に対して華々しく最後を遂げた話もキリスト教不教者にふさわしいとされた。エイリークの宮廷詩人もエイリークが栄誉を受けるのに一役買った。 大佐には次のような記述がある。その戦いは多くの理由で、これまで北方の国々で争われた戦いの中で最も著名な戦いであることが知られている。まずオーラブ王と長打号に乗った部下たちによる気高い防衛戦である。圧倒的な数の敵に待ち伏せされながら、これほど長く勇敢に戦い抜いた例は他にない。 ヤール・エイ・リークとその手下たちによる猛攻撃も広く知られている。戦いは多くの人命が失われたことでも、また当時ノルウェー最大の船にヤールが勝利したことでも、非常に広く知られている。その船に乗った者たちはこうも述べたものである。この船は海に浮かんでいる間であれば、武器を持って攻め落とすことは決してできないと。イエンス・クリスチャン・デュルフースのバラット。 オルムリン・ランギの一場面を描いたフェロー諸島の切手。長年、王の佐賀の研究がなされてきたアイスランドではいくつかの詩が生み出されてもいる。15世紀のルイムール氏、スフォール・ロア・リームーアは戦いを詩の形式で年代記に記録し、その大部分はオットスのラソンの記述に沿ったものである。18世紀には同じ題材について、さらに2つのルイムール氏が作られ、 そのうち一つが今日に伝えられている。19世紀の著名な詩人シグルズル・ブレイズ・フヨルズも、大佐賀をもとに、ルイムル氏を作っている。19世紀になり、ナショナリズムとロマン主義が、盛んになると、佐賀の翻訳も増加し、スボルドの海戦に対する関心が、アイスランド以外でも高まった。1830年頃のフェロー諸島の詩人イエンス。 クリスチャン・デュルフースもス・ヌーリの著作をもとにスボルドの戦いを題材にしたバラット、オルムリン・ランギを書いている。この作品は大変好評で、今日でも最も有名なフェロー語のバラットととして知られており、2002年にはフェロー諸島出身のプログレッシブメタルバンド、ティアによるヘビメタルバージョンも話題となった。ノルウェーでは172 17年に、 ヨハンノルダールブルンによる愛国心を高揚させる儀曲、エイナル・タンベシエルベが発表され、ノルウェー文学の画期的作品となった。また作家ビオルン・スティエルネ・ビオルンソンもオーラブ・オの詩について触れたオラフ・トリグバソンと題する短くも著名な詩を残している。さらに、ビオルンソンはエドバルド・グリーグと共同でオーラブ・トリグバソンを取り上げたオペラを作成していたが、 作品完成前に二人とも死去してしまった。ラグナル・ソーデルリンがこのオペラを完成させ2000年9月に上演したが、これはツボルドの開戦から1000年後のことである。ソーデルリンは戦いの場面にワーグナー、ベートベン、リストから運命のモチーフを取り入れている。スカンディナビア半島以外でも日本の漫画家アズミムクの作品、獅子のごとくなど、 この戦いを取り上げた作品がある。英語作品で、おそらく最もよく知られたものは、アメリカの詩人ヘンリー・ワーズ・ワース・ロングフェローの、オーラブ・オーのサガであろう。スボルドの海戦についての作品で、次のような一節がある。ありがとうございます。